ちでいいや、これでいいや。こんにちは皆さん、浴衣です。たい焼き集めてます。今日も一日お疲れ様です。お、たい焼き、たい焼きキング現在7位をキープしています。皆さんありがとうございます。そう、かわいいじゃろ。かわいい浴衣で今日はお送りします。浴衣配信、色がねいっぱい選べたんですよ。浴衣ちょっと珍しく、ちょっとなんか水色の浴衣選んでみました。え、配信予約が17日になってた。やば、なんでや。タイヤキング何タイヤキング目指してるの？目指してます。マジか、ごめんごめん。だから今日ないのかと思ってやばいね。17日はみんなもびっくりしたじゃろ。ちょっとなんか明るくしたい。こうしたら明るくなるもん。あ、ちょっと明るくなったかも。イエーイ、こんばんは。うわ、配信です。今日はですね、お父さんの、父の日の誕生日プレゼントを買いにお出かけです。お出かけいたしましたよ。直樹パパ、たい焼きありがとうございます。皆さん、そしてまったり一段落でございます。ほっと一息でございます。たい焼きありがとう。のふさん、ヒットグッドさん、パンくん、ほそさん、山の山さん、ジョージさん、ハトさん、タカさん、ジョージさん、山勝さん、小ガラス丸さん、ミキヤくん、ハイキーさん、セイヤンさん、サージカルさん、ジョージさん、トラッキーさん、エサシカさん、ミケちゃん、ヤスさん、ワイディさん、ヤマネコ坊主さん、ありがとうございます。チャーハン定食さん、ナコさん、ピノーさん、ありがとうございます。娘との時間が一番のプレゼントらしいよ。めっちゃいいこと言うやん。こんばんは。あ、かわいいって、ありがとうございます。今日は浴衣で配信です。可愛い浴衣を着るタイミングがあったので、みんなには見せたいなと思って配信始めました。まあまあまあ旅行中そうでございます。可愛くない、この浴衣。ちょっとしっかり見てほしい、みんなに。じゃーん。ちょっと帯があれなんじゃけど、帯がなんか簡易的な帯やけん、ちょっと緩いんじゃけど、じゃん、可愛くない、ピンク。ちょっと私、あの蝶々結び苦手で、なんかダロンってなったんやけど、可愛くない、イエイ。珍しくなんか水色の、水色チェックの涼しげな、可愛いよねこれ。
これクリーム色の生地になんか水色のチェックの、可愛いでしょ。可愛いよ。いいね、ありがとう。忖度なしで可愛いです。そう、ちょっとあの私あの17日に配信予約が入ってたみたいなんですけど、ちょっと待って、前髪、前髪がちょっとピン取ってきます。ピン取ってきます。ただいまです。暑いけど涼しそう。どういう、ミュートを使いこなしています。そうです、和です。座椅子になりたいです。え、どう変。なんかこうやったらさ、なんかちょっといい感じに前髪、なんか前髪流しとる人に見えん。前髪流しとるオンニに見えん。ちょっとわんぱくになっちゃった。わんぱく、わんぱく浴衣になる。旅館で働いてます。働いとうかもしれん。綺麗で嬉しい、ありがとうございます。ぜひ私のこと覚えてください。和服美人です、ありがとうございます。おかみ修行しています。髪留めはね、スノーピー温泉入りましたか。温泉入りました。源泉かけ流しです。かけ流し。源泉かけ流し。なんかちょっとそれっぽい言葉を言ってみる。源泉かけ流し。源泉かけ流し温泉でございます。待って、マジじゃわ。今私なんか自然とマリオの歌歌ってた。あ、ちょっとちょっと。源泉かけ流しってさ、どういう意味なんやろうね。分からんけど、なんかすごいいい、すごいいい言葉っていうのは分かる。こんばんは。あ、やばい、私あれだわ、配信のタグみたいなのつけてないや。気づいちゃった、気づいちゃったわー。やばい。そう、冷房効いてるので浴衣着てても暑くないよん。なっちゃん、障子に穴開けたらダメだよ、ね、でもなんか障子見たら穴開けたくなる気持ちわかる。絶対ダメ。あ、そうじゃ、アバターの配布が、アバターの配布がね、明日までですね。ぜひもらってってください。温泉をこのまま供給して流して排水してしまう。ほう、お湯を循環したりボイラーで沸かしたりしないすごいやつ。へえ、流しっぱなしってことか。ごそらさん、たい焼きありがとうございます。ももんがさん、たい焼きありがとうございます。ケンジ、たい焼きありがとう。カルカンさん、たい焼きありがとうございます。奈良さん、 YT さん、おじさんもマスターさん、ヒロさん、そらともさん、天下海さん、たい焼きありがとうございます。ウアンさん、
たやきありがとう。ゼクさんたやきありがとう。東京特許許可局局長さんたやきたくさんありがとうございます。山ちゃん、小ガラス丸さん、ちとくさん、あきらさん、にじりんごさん、しんしんしんくん、しんしんしんくん、たやきありがとうございます。山猫坊主さん、たやきありがとう。みけちゃん、やすさん、ゆさしかさん、トラッキーさん、ジョージさん、ありがとうございます。コナンさん、アイスレモンさん、ノブーさん、 YD さん、ムネヒロさん、ミキヤくん、パチロクさん、たゆきありがとう。ナツナニくん、中澤さん、たゆきありがとうございます。こんばんは。濃すぎて薄めたりはする。なるほど。古くなったお湯は排出して次の湯で。めっちゃいいじゃん。衛生的にとても。源泉かけ流しです。なんか内輪があったらめっちゃいいね。風流ですな。こんにちは。じゃーん。私がね、今回ね、父の日にお父さんにプレゼントしたのがこちら。じゃーん。これ私もなんかすごい素敵だなと思って、私もお揃いで、お揃いで購入しました。じゃーん。山口の特産品の萩焼きです。萩焼きの、萩焼きの、これはなんて言うんだろうね、マグカップではないよね。これなんかビールが美味しく、ビールが美味しく告げるグラスだそうです。このね、なんかね、のぼり釜みたいな、なんかそう、萩焼きの中でも製法があって、そののぼり釜はなんか何年に1回しか焼けないんだって、その釜だから貴重な、そう、貴重な、これはグラスっていうのかな。そうです。なんですこれね、ちょっとあの今飲みきれてなくてあれなんだけど、舌がね、そこがね、なんかね、綺麗なね、なんかガラスではないんだけど、なんかガラスみたいな、ステンドガラスみたいな、なんかみたいなそう、綺麗になっとんよ。で、私はね、そこがね、水色と白が混ざっとる爽やかなやつにしたいんけど、お父さんのやつね、めっちゃ可愛いの。私のね、私のペンライトカラーの黄色と緑が混ざっとるキラキラのやつがあって、これにしようと思ってこれ、このなんか、このなんていうん、このちょっとザラザラした質感が、このビールの泡をついだら、この泡を何キャッチして、泡が消えにくいんだって。すごくない？ビールが美味しく飲めるやつなんだって。普通になんか私めっちゃお子ちゃまに見えたんか、そう、そのお店の人がなんか、そう、ジュースもジュース飲む時も氷が溶けにくいよってめっちゃ教えてくれました。そう、コナンさん、ムネヒロさん、たゆきありがとうございます。のぶんさん、YDさん、たゆきありがとうございます。こんばんは。もうセンスしかない。やったね、いい感じ。そう、はぎ焼き、植木鉢じゃないよ。でもなんかさ、こう思ったのめっちゃ大きく見えるよね。はぎ焼きだから、あの全部なんかこう少しずつ、ちょっとね、少しずつなんか一個一個なんか形が違うんですよ。なんか私このグラス持った時になんかめっちゃ手にフィットする感じがして、即この子を選びました。この子でお願いします。やっぱ手にフィットするしないとかで選ぶのもありらしい。ケイくん、たい焼きありがとう。中澤さん、たい焼きありがとう。そう、はぎ焼きです。でも私、お母さんはね、お母さんはぎ焼きが好きで結構何個か持っちゃうんだけど、私初めてはぎ焼きデビューはぎ焼きデビューを果たしました。マイはぎ焼きデビュー大事に使いたいと思います。ひららさん、たい焼きありがとうございます。大人の階段登るです
登りました。マイハギ焼きデビュー。連続配信記録更新1122日ありがとうございます。そうそう、けいくんたい焼きありがとう、あきよしさんたい焼きありがとう。萩には2回来ました。山口駅から遠かった。確かに遠いね。ありがとう、萩まで来てくれて。萩焼きの近代焼きの、そうなんよ、萩焼きってめっちゃ面白くて、そう、なんか近代の蔵元っていうかなのすごい最近ね、なんかもう幅が広くてめっちゃカラフルな萩焼きとか、なんかもう器とかグラスとかの範囲内にとらわれず、なんかもうすごい猫の置物とか一輪挿しとかいろんなのがあるんですよ。窯元でした。蔵は違うわ。蔵はさ、あのお酒とかの話かやばい、お酒とかの話ですわ。酒蔵の話ですわ。窯元です。窯元に窯元。お父さん泣いちゃうね。そう、ビール向き。お父さんはビール派なので、お母さんは日本酒派、お父さんはビール派です。キリ。なっちゃんは焼酎飲んでるの？私はジュースです。使い込むと色が変わるのが萩焼き。いいね、かっこよくない？マジロマンじゃない？大事に使っていきたいと思います。かっこ成人してます。そう、大人の階段を上りました。かっこ成人してます。髪の前、これなんかちょっと今あの寝て浴衣と似合わんけん隠しちょいやけど、スヌーピーだよあー、今日 CD 完売で握手できなかったから慰めてほしいです。なんかね、そう、なんか いろいろと皆さんに悲しい思いをさせてしまってるみたいでね。なんかね、せめてなんか予約でも英検できたらよかったんじゃけどね。あら、かわいい、ありがとうございます。 BKK さん、カズさんたい焼きありがとうございます。ひろし BKK さんたい焼きありがとうございます。お、そう、金子司さんっていうんかな、そう、あのね、萩焼きギャラリーみたいなところに行ったんよ。私その方の作品がめっちゃビビッときた。なんかさ、キノコのデザインみたいなのもなんか多分やっとった方かな、違うかな、なんかめっちゃね、キノコデザインのね、なんか作品がいっぱいあって、でもね、その方の作品めっちゃカラフルなんですよ。どの萩焼きもすごいなんか感性が合うなと思って超ビビビビッときました。そう、たい焼き7位ありがとうございます。すごい、速報にまたね名前が乗る、7位以内だと乗るので、もっともっと上を向いて頑張っていきたいと思います。そう、萩焼きパチパチ。お父さんのやつもモバメカ X でかインスタで見せてください。もちろんです。大人が階段登っております。そう、なんかお父さんのやつめっちゃ厳重にさ、プレゼント放送してもらったけんさ、そう、なんか帰るまでは開けずに、あの私たちの簡易的な放送してもらった方をもう使い始めましたいい夫、本当はいい夫婦の日の日数ですね。1122。みきやくん、たい焼きありがとう。トゥーさん、たい焼きありがとう。サージカルさん、だるまちゃんありがとうございますね。お酒も美味しくいただけそうです。そう、お母さんは酒豪です。なんならちょっとお母さんはもう今日すごい多分進んだのか、もうベッドで寝てます。多分半分意識飛んでます半分夢見心地でベッドでもう横になってます。ぜいばか星人さん、たい焼きありがとう。ノイミーさん、広島公園ね。そう、なんか
座席がねあったら見たかったんじゃけど、なんか STU が見に行ける枠がなんか3枠ぐらいしかなかったらしく、そうなんかじゃんけん違うなんかあみだくじで、なんか私はもう私たちがそのノイミーさんのがあるっていうの知った時はもうもうあのなんか予約でなんかいっぱいだったらしくで、なんかもうその時でもう5人6人ぐらいがもうすでに名前を行きたいですってあげとって、そこからなんか網だくじで決められたらしいですよ。それがちょうどあの岡山のツアーラストの日に網だくじが開催されよって、すごかった。9時か、くじ引きか、なんかくじ引きでなんかそうそうくじ引きでめっちゃ悲鳴が聞こえてきて、あーみたいなあ、みたいな、あれさノイミーさんのくじかなみたいな、そうたら当たってました。すごくない？でも2期生強ない？2期生あの運強いよね。3人2期生3人で、そうそう2期生3人が勝ち誇っとったやん。うわ待って、なんか髪の毛が結び目がついちゃう、ちいちゃいおじさんに結ばれた、結ばれちゃう。なんかさっきから髪の毛引っかかるなと思った。小さいおじさんの仕業じゃん。でもそう、こんばんは。タンタンさん、たい焼き、ジョージさん、たい焼きありがとうございます。たい焼き集めてます。おはよう、おはよう。なんか私ってさ肩幅広いんかな、なんかギュッてギュッてギュッてなる。ちおじ国で決まったとは知らんかった。でもなんか平和でいいよね。めっちゃ背の高い警備員さんいたのよって。え、どういうこと？ SP はじめまして、おはよう。いいね、ありがとう。浴衣です。結構最速なのでは。でもちょっと浴衣って言ってもなんか部屋着の浴衣だからちゃんとうまくは着れてないんだけど、ちょっとダルーンって感じな、ちょっとかっちりめの浴衣ではないんですけれども、そう割れ物だからね。この時間に落ちてたあれ、塗料を縁からそこに流しながら染める手作業でするわ。すごいね、なっちゃんかわいい、ありがとう。ちいおじ、ちいおじ小人図鑑思い出すじゃん。これから2期生の物語、なんかかっこいいこと言ってくれるじゃん。ハイキーさん、たけさん、たい焼きありがとうございます。たい焼き集めてます。でも9時で決まったってなるとね、まあ平等だから。サージカルさん、ハート。ジョージさん、琥珀糖ありがとうございます。スーパーニモさん、たい焼きありがとうございます。こんばんは。トラッキーさん、たい焼きありがとう。すごっ、黒人のでかい人写真載ってた。すごっ、ガクトさんのボディーガードみたいな人の写真。すごっ、それってセキュリティの人っていうか、すごいね、ボディーガード。みんなもう、みんなもういい子ちゃんにしとかんにゃ、みんなボコボコにされるけんね、みんなちゃんと肝に銘じましょう。どこの会場にもあのセキュリティさんがいると思って良い行いをしましょうまあみんないつのいつも通りに、いつも通りにいてくれたら大丈夫です。ちいおじはどこかのご当地キャラでいる、いる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 、どこだっけ。なつちゃん、たい焼きありがとう。ノイミーさんとイコラブさん、ほんの見るとやっとするね、かわいい。チケット外国人選手みたいな人の写真上がってて見えたそうよ、みんな悪いことしたら。そう、浴衣なんですか。浴衣です。じゃん、じゃ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 ん。
ちゃん、ちゃ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 ん。現場ではイケちゃん専属の SP って噂あった。おもろ。あの今日のドレス姿のフェミニンなあのドレス姿のイケちゃんとその方で写真撮ってみてほしかったよ。こんばんは。浴衣だぞー、ゾウだぞー。これは体鍛えないとなって、やばい。その方に対抗しようとしとる。え、でもさ、あのなんか鬼レンチャン歌謡祭の時の服みたいだったよね。これお酒とみなされてさ、バンされんよね。大丈夫よね。じゃん、ぶどうジュースだよー、みんな。ぶどうジュースだよそうなの？X いつの間にかかっこイケちゃんってついてんのおもろ。あの TikTok でもさ、 TikTok でもイケちゃんのさ反復横跳びの企画が始まっとってめっちゃ笑ったんじゃけど、しかもあの愛の重さをソロで踊っとるあのマイキューさんのあのと同じ場所の同じ質感で撮ってあるの、めっちゃ面白かった。ぶどうジュースだよ。とっても和だろう。とっても和です。そう、落ち着いた感じのかわいいクリーム色に青チェック、すごいお気に入りです。なっちゃんチョイス、すごい。取材のカメラ多かった。イケちゃん効果の、ありがとう。ぶどうジュースってなんかの隠語？正真正銘のぶどうジュースですよ。ちょっと待って、このちいおじに結ばれてしまった髪の毛を毛根から引っこ抜きたい。わ、かき氷いいね。かき氷食べたい。浴衣マジで似合ってますって、ありがとうございます。もう切るんじゃなくて引っこ抜きます、毛根から。ダメだ、引っこ抜けません。うふう、たい焼きありがとうございます。ありがとう。たい焼き集めてます。え、なんかね、いいよねこの色合い。なんか今度のさ浴衣祭りだっけ、 STU の浴衣祭りもこんな色のあったらいいな。こんな色のあったらこんな色にしたい。かもうまそう。わびじんさん発見、ごきげんよう。ひらつぐさん、たい焼きありがとう。デザイスハートさん、たい焼きありがとうございます。写真は撮った？見たいって、のっけますねのっけるのでお楽しみに。一緒にお酒飲みたいぞ。めっちゃいいじゃん、浴衣でみんなとお酒をたしなむイベントとかやってみたいですね。中野さん、たい焼きありがとうございます。たい焼き集めてます。せんやんさん、たい焼きありがとう。ありがたい焼き。あら、浴衣美人がおるやん。どうも。ごきげんよう。みーさん見つけた。うっちーさん、たい焼きありがとう。東京さん、たい焼きありがとうございます。みきやくん、たい焼きありがとう。山猫坊主さん、たい焼きありがとうございます。
ぜひ全身をお願いします。全身。武田つおさん、たい焼きありがとう。すごいたくさんありがとうございます。東京さん、山猫バードさん、アジサイショットも素敵でしたってね。いい季節だよね。なんかこのなんか梅雨が来る前のさ、梅雨が来る前に結構夏を感じれとるけんさ、ちょっとね早くあの梅雨でバットに入る前にちょっと夏を味わえるとこまで味わっときたいよね。なのであのみんなに目で夏を楽しんでもらえるように私も夏らしい写真をいっぱい撮ってますので、お楽しみにSNS をチェックチェック。無色パンマンさん、たい焼き。文吾さん、たい焼きありがとうございます。ヨシさん、たい焼きありがとうございます。そう、来週幕張です。あ、そう、これピン、ヘアピンちょっとね、前髪が今オンマヨでちょっと浴衣に似合わなすぎるけど、これで留めてます。唯一持ってるピン。私家からピン持ってくるの忘れちゃったんだよね。まだ体が暑さに慣れてないから30度超えると辛いよね。ヨシさん、たい焼きありがとう。たい焼き素敵、目のやりまが。私多分これでこの今のオンマユボブのパッツンで、もしも浴衣と言ったらジンベエじゃん。マジでさ、多分浴衣じゃなくてさ、私もしもジンベエ履いてたらさ、ジンベエ着てたらさ、マジで吐くなの。今日ライト環境のせいか、めっちゃ美人、ありがとう、ありがとうございます。あ、やばい、またヘアピン。私は今日の配信はヘアピンが見えないようにシュシュしながら配信をするっていうのが、あ、めちゃくちゃ見えとる、私のもう一つの課題。幕張はそうですね、新制服です。ともじいさん、ありがとう。料亭の女神じゃなかった、おかみウケる、超なるしな言い間違い、女神じゃなくておかみ、おかみっていう感じを女神と読み間違えてしまいました、失礼いたしました、女神が出てしまいました。今日君に届けを見ていて、南沙羅さんがなっちゃんに似てるなと思うと、え、めっちゃ嬉しい。南沙羅さんやっけ、あっとる名前、多分めっちゃわかるよ。あのめっちゃ好きなお顔です。デコってそう星になるの。長ちょさん、たい焼きありがとうございます。すごい、ありちゃんさん、あと11日で毎日配信2500日、すげー。いつから、え、もう加入当初から連続配信ってこと、マジですごいよ。素敵な方だけど、合わせ方左側が上になるように着ないと怒られる。あれ、私これ逆、あら、剣道着と一緒に、剣道着の着方で来たら逆か、あ、逆かもしれん。でもこれあったらギリ、これギリ分からんくないギリあれか、でも逆ってよろしくないって言うよね。なので私はもう今日この画角からなるべく動かないようにします。剣道着は男女さ一緒やけんさ、あれなんか違うんか。なっちゃんのミニ衣装、そやで。アイスレモンさん、たい焼きありがとう。あれ逆か、逆なんか、左が上なんだっけ。確か浴衣、着物の時は男の人と同じ、あら、一緒か、なんかようわからんくなるわ。
あ、これ内カメラで撮っちゃうけん左右が逆になっちゃうとか、どうなんだろう、わかんないや、どっちがどっちでこっちがこっちでどっちがわかんなくなっちゃった、もうあの見えんようにこう見えんのがよく、着物だけでなく浴衣でなっても右前で着付けするのが基本って書いてある。あ、でも右が前やろ、右が前になっちゃうってことやろ、あの多分やけん反転しとるわ、これ私の右こっち、みんな反転してます、こっち私の右こっちやけど、やっぱ剣道着と一緒か、合ってるかも、反転しとるけん、あ、なんかね、そう浴衣の時いつもなんか自撮りだと反転しちゃうのでみんな気をつけてくださいねっていつもマネージャーさんに注意書きが来るけん、そうなんかもしれん、マッチさん、たい焼きありがとうございます。たい焼きング7位、ありがとうございます。すごい、今日で2万ポイント達成して、ワインじゃないよ、多分反転かもしれない、でもありがとう教えてくれて、そう私もなんかさどっちがどっちなんじゃろうって調べずにさちょっと噛んできたけんさそう、細かいこと言うな、うなじハンターの人はあの頑張ってあの生まれ変わってこのライトに生まれ変わってみてください、私は絶対に後ろ向かないからウケる、死守、うなじ死守、サージカルさん退役ありがとうございます。左が前になるのが右前なん、あ、じゃあ逆かも、最悪あのライト消してみて、私がそれで騙されると思うのよ、もう豆後ろでなんか絶対に騙されない、絶対に大人に騙されないんだから、あ、後ろにあいつが見えかない、振り向かないよ、みんな必死に、え、待って、じゃあ私逆なのか、調べよう、こういう時はちゃんと調べることが大事、自分でね、浴衣着方ってさめっちゃイン踏んどる、右が内側なの、じゃあ違うわ、私逆ですわ、逆だー、みんな逆だー、ひださ、むず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 ーい、左手が上前、右手、もうむずっ、意味わからないんだけど、ちょっと私右左がむずい、浴衣の着付け方、裾の位置を決め、え、合っとることない、あれ逆だな、逆だったかもしれないな、ちょっと直してもらってくるわ、
こういうこと？あ、いい感じ。これで OK だ。イエーイ。それ正解。あ、よかった。やっと生まれ変わりました。人間になれました。なんかしっくりきた？ちょ待って、なんかめっちゃ苦しいんですけど。めっちゃ苦しい。あ、生き返った。やっと人間になれました。ほう。そういうこと？生きてる心地がします。とても。あれよね、なんか死人とさ、死人と生きてる人が着るので違うんか。男女は一緒なのか。福さん似合う。ありがとうございます。あ、ちょっと額が出ちゃいましたとか。お休み早。洋服は男女逆。なるほど、すごくお似合いです。ありがとうございます。山勝さん、たい焼きありがとうございます。たい焼き集めてます。じゃあ洋服ためになった。うん、剣道着。え、剣道着、いや剣道着が逆なんか。いや分からん、分からんくなった。あ、じゃあ私普通にどっちがどっちで着るかを忘れてただけってことか。和装は男女とも左前ということは私が忘れていたという。そう、剣道着って紐がついちゃうけんめっちゃ簡単なんよ。でも確かにそうやわ、そんな気がしてきた。しっくりきた、みんな。やっと私もなんかしっくりきた気がする。じゃあ今日は21時55分になったら弓道やってたから感覚で覚えて、私も剣道やっとるけん感覚で覚えとうと思ったら逆でした、感覚が。じゃあ55分になったら男女を見ます。皆さん最後までお付き合いくださいませ。ほもほも。なっちゃん見てたら涼しくなってきた。なんかこれ浴衣、なんかうちは欲しいね。おほほ、おほほ、うふふふ。いただきます。ぶどうジュースです、これ。ちなみにぶどうジュースです。そう、萩ってさ、萩のね、夏みかんジュース超主、萩でね、あ、山口県来たらめっちゃ買ってほしい飲み物があるんですけど、あの超主ジサイダーっていう、あのアルミのペットボトルみたいな、むずなんて言ったらいいんやろ、なんかペットボトルのさ、アルミのさ、なんて言えばいい、500ml のペットボトルの形したアルミのやつ。そう、そのね、長州ジサイダーっていうのがあって、それがね、夏みかん味なんです。夏みかん味の炭酸。そう、夏みかん味の炭酸があるんですよ。これね、結構山口県全域で売られてるので、多分ね、山口県の駅のお土産とかにあります。なので比較的どこでも
びっくりした。お母さんがこけた。なんかお母さんがさ、ベッドから落ちてさ、転げたんかと思った。そう、ベッドから転げ落ちたんかと思ったら、あの冷蔵庫開けてこれを持ってきてくれました。じゃん、長州地サイダーです。こちら、私の喋っとったの聞こえとったみたいじゃわ。これマジでいい音するけん、みんな、これみんなあの耳すましとってくださいね。いきます。ほらほら、ねアルミのボトルみたいなやつやろ。そう、今日ね飲みきれんやったけんね、キンキンに冷えてます冷蔵庫。そうね、友達松陰と新作だ友達か。いきますよ。あ、待って、炭酸がちょっと抜けとるわ。私今日これずっとカバンの中に入れて振っちょったけん、ほらアルミ缶のペットボトルちょっと炭酸がめっちゃ抜けてます。これほんと結構強炭酸目なんよ。強炭酸目じゃあほら、夏みかん味、山口県来たらこれ飲んでほしい。私がカバンに入れてずっと振ってたので、せーの、乾杯。冷た、これアルミ缶じゃけん、マジキンキンに冷える、キンキンに冷えちゃいます。そう、一回開けましたか。おいしい、夏みかんっていいよね。さ、冷たい、さっぱりしとるけん。ウィルキンソンぐらい、あれはちょっとマジで強すぎる。キンキンに冷えてるアルミ缶のペットボトル、なんかわかるやろ、言いたいことわかるやろ、これアルミ缶のペットボトルみたいな、アルミです。浴衣姿似合うね、似合うよね、これ CM できそう。山口県に来たらやっぱり長州地サイダー、みんなで飲むぞー。飲まなきゃ始まらんちゃはい、 CM です。アルミのボトルね、確かに。一粒の麦もしさん、たい焼きありがとうございます。私がね買ったところはね180円でしたね。180円、この笑顔、180円でした。カット、OK です。ゴソラさん、たい焼きありがとうございます。和テイスト。月影さん、たい焼きありがとう。あ、にょはせよ。錦鯉さん、生 CM のコーナーやってほしい。いいね。確かにこれってさ、CM やってないのよ。CM やってないけど、CM これやってないけど結構売れてると思う。山口県の、多分山口県に来て特に萩とか来た人はみんな飲むんじゃないかな、飲んでほしいってぐらい。そう、お手頃なんです、お手頃価格。これね、なんかね、昔はね夏みかん味1本だったんですけど、あ、え、これ CM やってるの見たことある？私見たことないよ。やってるのか、それやってるか。これのね、最近ね、ちょっと前に桃味が出たんですよ。桃味1回しか飲んだことないけど、やっぱり夏みかん味がおすすめかな、私は。唯一無二な感じがする。これね、山口県限定です。でもお取り寄せとかできるかもしれない。これ、長州地サイダー、夏みかん味。山口県はね、夏みかんが有名なので。山口県産、長州地サイダー。お、売ってるの見たことある？でしょ、結構ね多分人気やけんね、人気やけん、山口県のいろんな地域で売ってる。あのね、山口県のスーパーには絶対に置いてある。絶対は嘘かもしれんけど、ほぼな確率で。あのなんか地元に特化したスーパーとかあるじゃん、なんか地元にある地元に根付いとるスーパー、スーパーチェーン店みたいな、スーパー、なんて言えばいい、むず日本語むずそう、あるやん、それ地元で、地元で名をはびこらせとる、なんて言えばいい
そう、ぜひ機会があったら購入してみてください。そういうところには 100% ある。道の駅とか絶対あると思う、うん、飲み物コーナーに。ローカルスーパー、ローカルスーパー、それ私が言いたかったの、それ。道の駅には絶対にある。あ、ふるさと納税の返礼にありそう、めっちゃありそう。アルクとか、アルクとかマルキュー、そうマルキュー系列、お、アマゾンでも買えるらしいです。めちゃくちゃ気になった方はぜひお取り寄せてみてください。ぜひね、山口県来た際に買っていただけたらめちゃくちゃ嬉しい。山口県来て飲む長州地サイダーはうまいぞー、みんなうまいぞうまいぞー。サービスエリアとかもあるね。え、楽天さん売り切れてるらしいです。おろ、やっぱ美味しいもんね。そう、山口県のローカルスーパーはそのマルキュー系列、アルクとか、アルク、マルキュー。え、ねえねえねえ、いや全国か、トライアルって全国トライアルって全国。コンビニはねちょっとないかも。もしかしたら萩とかのコンビニとかだったらあるかもしれないけど、コンビニにどこにでも置いてあるわけではないね。なんか難しいラインなんよねそれは。ジトクさん、たい焼きありがとうございます。え、明日休みやからドライブで行ってみるわって、めっちゃいいやん。あ、トライアルって全国なんだ。なんか勝手に山口県だけのものやと思っちゃった、独占欲が。あ、山口の JA の販売所系とか、絶対あると思う、絶対にあると思います。お、うちの方にもあるだよね。結構山口県、山口県飛び越えてもあるんかな、どうなんだろう。トライアル全国だと思ってた、山口と九州だけかなかと思っちゃった、そんぐらいかなって。地元のものは特定コンビニには。そうね、そうそう、何々チョルネンコンビニさん、あ、自動販売機とかでは売ってない。多分これはねアルミ缶だからかな、アルミのボトルやけんかな。自動販売機では見かけない。え、てか山口って桃も有名なんかな、なんで桃味なんやろ。長州地サイダー新しいフレーバーが結構前に出てたみたいだよ。長州地サイダーといえば桃だったんだけど、長州地サイダー、地サイ、地、きた、出てきた、桃。わあ、和菓子、和菓子キャンペーン22万ポイントに到達しました。皆さんありがとうございます。すごい嬉しい。そして現在7位を、現在7位をキープしております。皆さんありがとうございます。あ、果物サービスエリア寄った時確認できんかった。いや多分ね、よう見たらあると思う、多分。でも確信はない、絶対にあると。山口旅行のため長州藩のことについて勉強中です。わ、とてもいいじゃないですか。長州です、長州です。李維新、山口ブランド認定品ね、55分になりましたね、皆さん。では、壇上読もうかな。ありがとうございます。明日の朝配信は7時からね、します。明日の朝配信7時からしますので、皆さん。待ってます。月曜日の朝に、ぜひ。私の配信を BGM にしてお過ごしください。これ桃味は何なんやろうか、私の。でもね、売ってたよ桃味。長州地サイダー桃、あ、桃、お、やっぱ山口県産の桃だって。山口県産の桃らしい。へえ。桂小五郎と吉田松陰の絵が描かれている桃、山口県産の桃だって。では、じゃあ最後にスクショタイム、じゃん、カシャカシャ
ありがとうございます。というわけで渡辺の間、本日もありがとうございました。浴衣さん、とうかさん行かなかったから今年のお第一浴衣人はなっちゃんだ。イエーイ、ありがとうございます。では壇上を読みます。13位サージカルさん、ありがとうございます。12位セイヤンさん、ありがとうございます。11位ジトクさん、ありがとうございます。10位トモジーさん、ありがとうございます。9位東京さん、ありがとうございます。8位ハイキーさん、ありがとうございます。7位山勝さん、ありがとうございます。6位ケンジー、ありがとう。5位東京特許許可局局長さん、ありがとうございます。4位山猫坊主さん、ありがとうございます。3位ひつ粒の麦もしさん、ありがとうございます。2位ゴソラさん、ありがとうございます。そして第1位ジョージさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがこ白とう。では皆さん、また明日の朝配信で、明日7時から配信しますので、皆さんお待ちしております。それでは今日も一日ありがとう。この後メール送ります。それではおやーん。配信最後のあっち向いた方が上。おやすみなさん、また明日7時に会いましょう。たい焼き皆さんありがとうございます。明日もよろしくお願いします。おお、たい焼きちゃんだ。ジェットマンさん、読み上げ巨人軍さん、ジドクさん、タイピエンさん、くももさん、東京都ギョ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 ギ
では、おやすみー。